して松崎、坊主浜高、中ポーターです。ポーター対宇高健太、エンドワンです。最初ポーターの得点、宇高健太がついていましたが、岩のシーンです。まあ、ローテーションディフェンスで山本もつい、高平の前に中西、お野口3です。野口3ポイントを決めました。松本下がってボンズポストアップ、おディメスナイスディフェンス、セカンドチャンスエンドワンです。ファールが4つ目になりました。ここがねナイスディフェンスだったんですけども、そのセカンドチャンス、ボンズの7点になってからなかなかスコアの動きがないという状況で、ヘディングドライブでいった、ヘディングドライブ沈めた、レイアップ、野口ドライブ、大和エドワード、ボンズ、ボンズにポーターがついてボンズ3です。 E2 ではそういったシーンはなかなかないかなと思いきや、前節は100点台も叩き出してというマット・ボンズの3、このコーナー3です。ヘディング外で回していきます。あーボンズ今度も外、3ポイント、ボンズが外で高平中、うわーボンズこれも3来た、3ポイント決めました、ボンズです。ポーターがこの外、野口がついています。中西、中西対マット・ボンズ、ショットクロック7秒、ドーハラ決めていきました。ドーハラ、さあ中西、中西中でドライブ、中西が決めていきます。さあドーハラ、デクアン・ジョーンズドライブでいく、うんとこれがリングに当たってセカンドチャンス、ディメッツ決めてエンドワンです。ドーハラ中に切り込んでバンクショット、ドーハラです。この攻撃の形を作ろうというディメッツ、谷が中に入ってバンクショット沈めた、85対85、残り 2.4 秒、外でかなり作っていたんですけども、最後で一瞬ボールがね手から離れたんですが、チームファウル、たまえに5つチームファウル、後ろからデクアン・ジョーンズワンハンドダンク、さあヘディング、ヘディング一気にドライブ、カリマタコーナー3ポイント決まった。そして試合終了、オーバータイムまでもつれ込んだ今日のゲーム、100対95、